Alright, here we go. Yeah. Jamel. Where you at? ございます。というかね、こんばんはかな。レオです。今回は新宿でね、ホリデーショッピングということで、プレゼント買ったり、自分用のプレゼント買ったりしてきます。まあね、前半は Get Ready With Me ということで、メイクとかファッションとかもね、少し見せるので、というか結構ね、尺取りましたので、はい、最後までご覧ください。では始めるぞ。ということでね、まずはメイクしていこうと思います。スキンケアからやりますね。まずはもう日本、んよっ。わかんない。名前書かないけど、ジェントルボーズのトリートメントソフナー、ローション、ん?ジェントルボーズトリートメントソフナーですね。こちら、敏感肌用化粧水で、レオは本当にアトピー肌なので、他のね、これよりも高いシリーズ、温泉水使ったやつとかもね、試供品いただいたんだけど、やっぱりね、これじゃないと、なんかしっくりこないっていう感じがあって、ずっとこれをね使ってて、もうねストックしてありますね。こちらは本当さっぱりしているわけでもなくて、かといってなんかとろみがね強いわけでもなくて、本当にねアトピーで悩んでる人とかはこう化粧水のね特有の刺激がないので本当助かりますね。で、乳液はねジェントルフォースのこちらのシリーズのこれを使ってるんだけど、でもね、ちょっと汚いな。でも、もうすぐなくなりそうで、ちょっとね、これをね、もらったんだよね。はい。バイタルパーフェクション UL ファーミングデメリューションっていうので、薬用美白乳液っていうことなんですけど、ちょっと試してみようかな。よいしょ。あ、こういう感じね。はい。なるほど。なんかね、資生堂のこういう日中用の、乳液って、あ、いいな、これ。乳液結構ね、いいものが多くて、こう、3種類ぐらいあってね、どれにしようか迷ってるんだよね。これはちょっと高い方かな。なんか7000円ぐらいのやつ前回使ってすごい良かったんだけど、ちょっとね、もっといいのがあるんだったらそっちにしようかなと思ってて。はい、塗りました。あ、順番合ってるかな?次。今日はね、いつもはこんなスキンケア頑張ってないんですが、今日もうちょっとグラッシーなね、肌をちょっとフォーカスして、こう黒リップでいきたいと思うので、こういう感じでやってます。こちらね、アルティミューのね、美容液ですね。こちらはまあ、定番というか、こういう感じの美容液で、こうね、最初はあれを使った時はなんかそこまでいいなと思わなかったんだけど、なんとなくね、使い心地が良くて使ってますが、最近はなんか効果がよくわかんなくなってきたな。なんかね、使い続けるとやっぱりスキンケアってね、どうしてもなんか最初にあった効果とかが感じられなくて、前速攻それ、これでね、肌荒れ消えたんだけど、最近はね、ずっと使ってるのに肌荒れしたりして、難しいよね、スキンケアってね。はい。で、次。あ、どうしようかな。これにしとこう。資生堂のやつもあるんだけど、今日はね、RMK でいこうと思います。ダブルトリートメントオイルインクリームでね、レオの一押しで、はい、もう、これはね、この黄色い中身を買えばね、リフィルで、はい、ずっと使い続けられるので、いいんですよね。はい、こういう感じで。そうそう、リフィルで思い出したけど、この化粧水のね、ジェントルフォースの方は詰め替えがなくて、だからこそね、温泉水みたいな、これだ、このね、シリーズにね、買い替えたいんだけど、ちょっとあんま気にならなかったね。で、これに、まあ、いつもはこれだけでいいんだけど、今日は本当にもうツヤツヤ肌を作りたいので、こう風味のね、オイル美容液を入れたいと思います。まあ、RMK でもいいな。なんで風味にしたんだろう。RMK 縛りでね、よかったんだけど。まあいいや、はい。RMK のね、ダブルトリートメントオイルでもいいと思います。あっちのがサラッとしてて、こっちのがむっちりする感じ。まあでも今日はね、むっちり感を出していこうかな。はい。まあね、スキンケアは本当に今年ね、ハマったというような感じで、今まではね、本当にもう薬頼りでね、アトピー肌がひどかったんだけど、こう資生堂のね、やつに、
切り替えてからこう肌の調子が良くなって、やっぱフーミンもねこう敏感肌用でね痛くないから使えるんだけど、ただ効果があるかと言われるとね、なんていうの、一般的な化粧水っていう感じでこう肌のね質感が変わったなって感じたのは資生堂くらいかな。はい。そしたら下地はねこちらナーズですね。ちょっと締めとこうか。まあ、フーミーの方と迷ったんだけど、今日ちょっとこっちの方にしようかな。はい、ラディアンスプライマーですね。メイクアップベースということで、ナーズです。ちょっと暗いかな？あ、変わんないかな。はい、今日は、まあ、お買い物なんですが、まあ、日曜日でね、しかも一人ということなので、バリバリモード系でね、メイクを仕上げようと思ってます。はい、こういう感じでね塗っていきます。ちょっとねシューですね、こちらのUnlimited Glare Fluid の584番でね、中間色よりも明るめのカラーで、一番明るくはないかな。はい、こういったカラーで、こうシューのやつはね色のバリエーションが多くてすごいねいいんだよね。はい、こういう感じで、なんかね白っぽいんだけど、白っぽいな、でも肌の色変わったかな、よいしょ、こういう感じのこうツヤ感があるようなタイプで、はい、こちらを塗っていきます。使うブラシはねもちろんこれですね。今日もプレゼント用でね買いに行こうと思ってるんですけど、こちらのフェイスジオも汚いけど、はい、次はコンシーラーですね。普段はそこまで使わないんだけど、今日ちょっとねっていうか最近肌荒れというかアトピーの感じがなんか赤黒くなってくる感じになってて、こちらをねで飛ばしたいと思います。ルミナスペンブラッシュコンシーラーの01番で、 RMK はフローレスのねバーム固形系のねやつよりこっちの方がこう乗っかってる感がないので好きですね。はい、こういう感じのねものになります。はい、塗ろう。よいしょ、なんか何もね顔を乗せていないので塗ってるところをねこのカメラの裏側でねやってこう何も見せてはいないんだけど、最後でね完成したやつだけ見せようかな。正直ねメイク動画作るのねもう結構大変なんだよね。はい、これを目の下のところに塗るのと、あと今日は黒リップで口周りのところのリップラインをね少し整えて、あと鼻の下とかも少しねやって、はい、行きました。主役のリップの登場ですね。もう何が何だか分かんないですが、こっちがアディクションですね。アディクション東京のこのザ・リップスティック・エクストリームのエクストリームシャイン015番っていう、もう日本のねコスメの中では一番黒いのではという感じの、こうプラムに行かないちゃんとね炭っぽい感じのねはい、リップになります。まあこれ直接つけてもいいんだけど、今回はねケイトのリップモンスターの忍ばせイエローっていう地味なねニュアンスチェンジャーカラーっていうのがありまして、ちょっと汚かったな。はい、こちらがねはいこういうイエローカラーで、レオ結構ね色素が強い方なので、こちらを仕込んでから黒リップを塗るともう少しヌーディーに仕上がるので、今回はねこう赤み消しというかそういった用途でねこのイエローを塗りますが、一応手元でもやっておこうかな、こういう感じ、ちょっとだけ、あでも分かんないね、さあ塗ってみよう。やっぱりね黒感が足りないので、秘密兵器を、ね、投入しようと思いますね。こちらですね、 Unearthly Cosmetics の Savage Lipstick ハロウィン福袋に入ってた、はい、黒リップをこのまで使うとねちょっときついので、はい、今ねこういう状況ですね。それをアディクションの今のリップとちょっと混ぜようかなと思いますね。まあこちらのねUnearthly のフォーミュラはもうパキッと黒なんで、今回ねもうちょっとシアーめな、あシアーめなこうグロスに、黒グロスがあるといいんだけどね、こうあんまいいのがないので、もうちょっとこれを筆に取って、ほんのちょっとでいいかな、このぐらいかな、はい、ちょっと微調整をしてこれでね塗ってきます。
それでね、もうね、リップにすごく時間がかかってしまいましたが、パウダーに行きましょう。パウダーはね、もうレオの最近のお気に入りのね、3で行こうと思います。最初ランスのやつでもいいなと思ったんですが、今回ちょっとね、ちょっとピンク感をね、少しだけ出したいなっていうことで、まあ、黒と血色感がね、失せますのでね、Advanced Ethereal Smith Operator Loose Powder のね、X01 番で限定色でもうほぼ買えないですね。もう買えないけど、もう好きだから紹介しちゃう。こういう感じでね、マシュマロプニプニみたいなパフでね、こうやってつけてあげると、本当にね、パウダーつけてないような感じがするんだけど、めちゃくちゃね、肌が綺麗に仕上がるので、これでちょっとやってみます。はい、お次はアディクションかな、どうしようかな、まあ、ベースカラーを決めたいんですが、正直こっちのティントの方を使いたいんだけど、こう、ジュワッとするからね。ただ、まあ、彫りを作るっていうんだったら、こちらのジェイドグリーンでね、こうグリーンでベースを作ってあげるとよく仕上がるんですが、どうしよう。それかベイビーミー、こちらのねベイビーミーのグリーン、こっちの方が明るいので、ピスタチオグリーンで一回ベース作ろうか。こっちだとね、薄い感じでね、つくので、一回ベイビーミーを使おう。そして筆が裏にあるんだ。なんかブログの前にね、なんかメイク動画だけで今日終わっちゃいそうなんだけど。はい、よいしょ。はい、これでね、はい、ベイビーミー、こちら、これの大きいね、アイシャドウブラシでアイホール全部を埋めましょうか。はい、まあ、ちょっと一個一個ね動画撮るのきついので、アイメイクはね完成だけを見せます。あ、かわいいね。このグリーンをね仕込むことによって、こうなんて言うんだろうな、普通のブラウンとはまたね違う、こう薄付きでねいいんだけど、こう色彩で彫りを作るっていうのがねレオは一番好きなので、まあ、ブルーでもできるんだけど、ブルーの方はね結構強く出るから、こう今回はねちょっとモード系だけど、こう透明感があるような感じなので、グリーンをおいいね塗りました。まあ使い心地というかね、目の上に乗せた感じは多分ハロウィン動画で乗せてるかなが、ベイビーミーのこっちに関してはなんかメイク番組、しじぐちレオのなんとかでしょうみたいなやつをね秋にやったと思うんだけど、それで多分紹介してます。はい、そしたらティントを上重ねようかな。やっぱねこのアディクションのティントすっごい良くて、こうジュワッとしてねグロスっぽいね仕上がりになるのに、こうベタつかないしね、色が均一に乗るし、こうさっき見せたねリップだとやっぱり黒がね強いから、こう黒プラスシアーって大体ねムラになるから、まあ、そこはね諦めてるんだけど、このティントに関してはムラになりにくいし、ピタッとくっつくし、他の粉のアイシャドウとの相性も良いので、もうティントはねぜひ買っていただきたいしね、なんでティントだけねこう色が出ないの、こうだいたいクリームはね何色も出てくれるのに限定色、今度の春もティント出ないの、あーかわいい、あいいね、このジュワッと透明感でダークな感じ、やっぱダークめのねやつって垢抜けないというか重苦しくなりがちなんですが、こうグリーンを最初に仕込んで、プラスねこのブラウンの粉を使うんじゃなくて、ブラウンのねこういうティントタイプのものを使うことによって、抜け感をね出していくというような、はい、ルックになりますね。あいいね、あいいよいいよいいよ。はい、いいですね。ちょっとアイメイク完成させる前にチークの方いじりたいな。レオはいつもね口紅を先に塗るっていうのをやっていて、そうするとねこう目元が濃く仕上がりにくいというか、どうしてもね目から入るとねがっつりしすぎちゃって、全体像がね決まらないというのと、なんかねリップをね、あなんていうの、まあ、アイメイクを完璧にしちゃうとね合うリップっていうのがねレオの場合はすごいしっくりこないことが多くて、だからいつもリップを先に塗るんですが、こうチークの場合はねこうアイメイクの途中とかの感じでこう調整することがね、はい、日常ではあります。はい、
じゃあちょっとチーク探してきます。候補一通り持ってきました。まあ、全部使ってもいいんだけど、まずはアディクションのね、こちらのね、まあ、血色感を足すならこれかな、ザ・ブラッシュパールのね003番 P っていうので、こう色味としては一見ね、こう青み系のピンクに見えるんですが、こうパールが青みなんだよね。だからこう反射してない時はちょっとね黄み系のピンクになるというような、こういうちょっとサーモンっぽいでしょ。それが光が入るとこう青みが入るというようなカラーで結構ねハマっているのと、あとこれも売ってないけど、この間紹介したね、あのセルヴォークのグロースリングパウダーの EX 鳥猫っていう一番の鳥猫ね、このイエローを最初に仕込んで、こうフランケのシナモン、これね NARS の 4011N ですねと合わせてあげても、こう適度な血色感が出るかな。それかもうブラウン系とかは使わずに、ただ単にハイライトをねチークっぽく入れて、こちら資生堂のねオーラディープリズムイルミネーターの02番、これでやるか。いやでも全部入れてもいいかもな、どうしよう。難しいね。イエローを目の下あたりに入れて、軽く血色感でピンクを入れて、でナーズなしでこれ使う、この3種類でいきます。チークを塗りすぎてしまったので、プリマフィスタのねこちら の, あのパウダーですね、ポワレスなんとかなんとか、あこうこれ、ね、リフィルのやつに書いてあってね、本品には入ってないので、こちらでねちょっと調節を、はい、します。あとはねライナーで仕上げちゃおうと思います。アイメイクですね。はい、まずはね主役となるのはこちらのベイミービーのオフブラックっていうので、これでね今日はちょっとこの間見せたねユーフォリアのメイクを再現したいと思います。でまあそれだとそれだけでもいいんですが、ちょっとねまつげの生え際に、下まつげはねちょっと柔らかい03番のねアルミ系のアイデファイニングペンシル、そして上まつげの方はしっかりとした黒で01番でねこう締めたいと思います。こちらはもうね頑張りますので完成後を見てください。はい、そしてねやっぱね最後キラキラはね本当は入れるつもりがなかったんですけど、これが可愛いのでちょっと目頭側だけ入れます。はい、マスカラねマキアージュを使いたいと思います。こちら本当にハマっていて、でねもうインキーなもうザ・ブラックっていう感じで今回のルックにぴったりなので使います。メイクはねこれで最後です。もうね時間かかった資生堂のねこちらのねあのシャリシャリシルバーを、このフーミーのねアイブロウブラシのポイントを使ってね、はい、二重幅はこれで中心でポンっていう風に置くのと、そして RMK のねこちらのねインフィニットシングルアイズ20番のこのレッドのカラーも同じように、こっちはね下まぶたのところに、こっちの方がね目立つので赤にしてみました。ポン、はい、こういうドットでね入れていきます。はい、これでねメイク完成です。はい、仕上がりはねもうザ・モード系という感じでね、結構アーティスティックなルックに仕上がりました。眉毛はねあえてね何もしなかったですね、まあ、前髪で隠れちゃうしね。そしたら服に着替えて髪の毛やって行ってきます。はい、今回はね髪の毛はなんかもうそのままっていう感じで、アクセサリーをいっぱいつけてみました。メイクルックもねこう風にしてると、まあでもあのリアルだとそこまで強そうではないですね、マスクもつけてるし。アクセサリーはねこちらですね、レオがね作ったこちらのネックレスとイヤリング、そしてリリーブラウンのねこちらのリボンタイプのヘアバンド、まあこちらねこういった金具がついていて、これでねポニーテールとかにこう挟んで巻いてねリボンタイみたいな髪飾りにもできるし、ヘアバンドとしてね今日は使いましたけど、そういった使い方もできるものですね。はい、ということで、はい、早速行ってくるぞ。はい、新宿ですね。もう新宿に来たってことはまずはね伊勢丹に行きましょう。はい、今日はね歩行者天国だったので、まあ通りやすかったけど人は多かったですね。はい、こちらの伊勢丹ですね。まあ中のね映像はもう恥ずかしいし、許可取るのも恥ずかしいのでね取らなかったんですが、資生堂と RMK に行きました。買ったものはね後半紹介します。
はい、いっぱい買えたのでね、早速休憩に行きます。はい、レオがね、大体行くのはあの歌舞伎町のね、東宝シネマズの下のクリスピークリームドーナツですね。もうね、やっぱね、ちょっとミスのも好きだけど、この軽いね、ドーナツが好きなので、はい、いつもお買い物の休憩はね、クリスピークリームを行っています。はい、一人で寂しく食べました。左がね、シナモンシュガーで、右がね、オリジナルグレーズと普通にアイスコーヒーですね。レオがよく言ってるね、グレーズのようなね、ツヤ肌はこのことですね。駅に戻りたいと思います。途中にね、岡田がやがって寄ろうかなと思ったんですけど、我慢しました。今ね、あの服作ってて、それで、まあ、追加パーツとかも買いたいなとかって思ってるんですが、てか追加パーツというか、まあ、1個終わらせてから次やれっていう感じがあるので、ちょっとそれで我慢しました。まずね、ルミネーストに行きました。まあ本当はね、リリーブラウンのこちらのね、あのジェラピカコラボのね、こちらを買おうかなと思ったんですけど、いやーこれに一番暑いか、いやーとかって思って、で服も見てきて、可愛いけどお金ない、来月は RM 券につぎ込むかだかなとかって思ってて、もう散々悩んでね、何も買わずに出てきました。すぐ向かいにはね、アインストルペがあって、レオね、ここよく行くんだけど、今回はね、いいものなかったですね。はい、最後はね、階段を上ってルミネ2に行ってお買い物してきました。はい、ではもう帰りますということでね、帰ってきました。まあ、今回はね、いろいろ買ったので、そちら紹介するのと、プラスね、あのディアログコスメティックスさんからね、クリスマスのギフトをいただいたので、そちらも紹介したいと思います。プレゼントとしてはね、一つ目、資生堂でね、あのブラシを買いました。まあ中身はまあ開けられないんですけれども、はい、レオはね、ちゃんと持っておりますので、はい、こちらですね、5200円してちょっと汚いんだけど、だからでも自分用で買えばよかったかなと思うんだけど、まだ使えるのでね、なんかね、あのメイク落としでちょっとね、落としてもあまり落ちなくなってしまったっていう感じですが、ちゃんともうちょっとクリーンしたらね、あの綺麗になると思いますが、こちらのね、あのブラシは本当に使いやすくて、このプニプニ部分でね、ファンデーションとかをポンポン置いて、こう指のようにね、塗ることができて、でこっちのね、こうダイヤ筆っていうので、こうダイヤっぽい形をしたね、筆でこうやってくる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 とね、リキッドのファンデーションを塗ったり、あとパウダーのね、あのプレストパウダーとか、こういったね、感じで磨くように塗るとすごい綺麗に仕上がるので、こちらはね、今年買ったブラシの中で一番のおすすめで、こちらもあげようと思ってねはい、こちらプレゼントに選びました。もう一人にはね、こちらの RMK のリップを選びました。と言ってのパッケージだからねわかんないと思うんですが、こちらね、 RMK では350円だったかな。でこちらのね、あのラッピングにしてもらいます。で中身はね、ザ・リップカラーの03番で、こちらもね、レオ中身持っておるのでもう本当におすすめでね、この人に似合うなと思った03番をね、選びました。こういったヌードピンクカラーで、あのギフト動画でもね、こうフェミニンの方にっていう風にあげたと思うんですが、まさにね、こうちょっと女性らしい方なので、こちらのね、ピンクをね、あげようと思って購入しました。プラス自分用にも買ってしまったんだなっていうのがね、あの初アイブロウですね。前から気になってたんですが、 RMK のこちらのダブルアイブロウカラーズの05番メープルブラウンっていうのです。もともと気になっててね、というのもこちらすごい、あの眉毛をがっつりね、こう跳ね上げられるというか、あのしっかりめにね、あのこう形を作れるので気になっていたんだけど、いろんなカラーがあって選べずに、今回レオね、まあ、赤髪なのでメープルブラウンが似合うというふうにお店にのお姉さんに言われたので、こちらにしました。2つ入っててね、アイブロウマスカラとアイブロウライナーっていうのがあって、使い方をよく聞くの忘れてしまったんだけど、こういう感じのね、はい、すごい形をしてるんだけど、これでがっつりね、眉毛を上げるっていうのと、じゃこれでなんていうの、ライナーなんか定着させるとかなんか言ってたな。よいしょ、はい、こちらね、こういったのがあれ、これなんだっけ、ちょっと待って、調べる。ライナーでしたね。ということで、こうミルクベージュ感ある、なんかロイヤルミルクティーみたいなね、カラーのライナーなんですが、こちらなんか良さそうだったので買ってみました。ちょっと使い心地
うんこんどご感想を言えたらね、言いたいと思います。はい、っていう感じです。お次は、まあ、レオがね、直接買ったわけじゃないんですが、クリスマスプレゼントということでね、ディアローコスメティックスさんからね、こちらの3つのギフトボックスをね、いただきました。ディアローコスメティックスさんは、アメリオレートっていうね、シャンプーとトリートメントを出してる会社で、レオも何度かね、動画で紹介したと思うのですが、そちらのね、こんな可愛いね、クリスマスセットが出るそうなので、そちらを紹介します。3種類あってね、レオが、前にいただいて紹介してるのが、プレミアムと、あと、シトラスなんですが、もう一個ね、通常のこのプレミアムとかじゃなくて、フローラルっていうのがあるらしいので、多分ね、このどれかがそうなんだと思いますが、ちょっとわからないので開けてみます。めっちゃね、パッケージが可愛くて、こうすっごいね、クリスマスギフト感があるのですが、ちょっと開けてみます。今はね、この白と黒のリボンのやつから出していこうと思います。オープン。あれ？なんか、布が入ってますけれども、あ、シャンプー入ってるかな。はい。まず一つ目こっちですね。プレミアムのアメリオレートプレミアムトリートメント&シャンプーですね。レオは今こちらを使ってます。これ本当にね、こっちもいいんだけど、こう秋冬になるとすごい髪の毛がパサつくと思うんですが、こちらはね本当にしっとりして。一応ね、アメリオレータのオイルも使ってるんだけど、オイルもなくてもいけるような感じでね、しかも少しの量でね、使えるので、こちら好きですね。次行こうか。次が、こちらの赤の方をね、開けていきたいと思います。めっちゃね、この、虫って言えばいいのかな？これがすごい可愛くて、こっちはね、はい、リースになっておりますが、お、こっちはシトラスだ。こちらはね、もう夏めちゃくちゃ使ってました。はい。シトラスのね、シャンプーとトリートメントです。こちらは、まあ、プレミアムに比べて、こう、さっぱりするような感じで、夏は本当にね、これをつけると、こう、匂いもシトラスで良かったし、こう、使い心地もね、こう、変にね、なんか、ツヤが出すぎない、なんか人工的なツヤじゃなくて、自然なね、こう、健康的な感じに見えるので、はい、シトラスお気に入りですが、まあ、秋冬となるとね、プレミアムの方が好きですね。はい、次行くよ。最後はね、緑ですね。こちらは、もう通常のやつですね。レオは初めて使いますが、よいしょ。はい、こちらで、よいしょ。あ、こちらがね、アメリオレートの通常のシリーズのものですね。こちらね、試したことないのでね、今回使ってみようと思います。はい、ということでね、一通り開け終わりました。もうね、嬉しいですね。本当大好きなシャンプーで、正直普通の市販のにはね、もう戻れないというような感じで、それ困るんだよね。っていうぐらいね、普通にね、美容好きじゃなくて、レオのお父さんも、こう、美容に疎いね、男の人でもすごい違いがわかるような感じで、やっぱりね、サロンの、シャンプーとトリートメントなので、違うなっていうのがすぐわかるかなと思います。今の時期だと、やっぱり最初に言ったようにね、レオが今使ってるプレミアムの方が、こう、バサバサ感、あの乾燥感がね、全然なくて、こう、レオだったらね、この時期はもうすぐ痛毛になっちゃって、痛毛じゃないや、枝毛になってしまって、バサバサになるんですが、今年はね、そんなこともなくて、静電気とかもね、全然まだバチバチいってなくて、こっからどうなるかわかんないけど、とりあえず今はね、いい感じでね、さすがだなっていうふうに思います。さっき言ったようにね、こう、オイル、もうアメリオレータのオイルすごい良くて、お母さんはねずっと勝手にね私の使ってるんだけどオイルもいいんだけれども、オイルなしでもこちらね全然潤い保ってくれるので、すごいおすすめかなと思います。で、まあもちろんね、通常のこちらのね、シャンプーとトリートメントも良くて、こうさっぱりするんだけれども、ちゃんとね保湿されてるような感じがして、大体ね、なんかこういうシャンプーとかってこう重い感じのねものとかがあると思うんですが、これは本当に軽やかで、香りとかもこう特にね、シトラスの方は夏はねこう結構匂いってさ、グワーンってするじゃん。でもこれはフローラルもさっきねこう開けてあるんだけど、と匂い試してすごいいい香りだったから、
香りもねいい匂いで、かつ強すぎなくてちゃんと効果がねあるような感じで、本当好きなんだよね。だからまだねちょっとプレミアム手出すにはちょっとっていう人は、こちらのねシトラスとフローラル試してほしいかなと思います。本当はい、もう好きありがとうございますって感じですね。でちなみにこちら今回ねなんか手ぬぐいがついてたんですが、なんかね今ここにのっけとくけど、こういろんな使い方ができるみたいで、普通にこれでねあのヘアパックとかもできるようなので、この後ねお風呂でやりたいと思います。ということでね、ディアローコスメティクスのアメリオレイトのねクリスマスギフト、こんな感じです。次はねこちらですね。はい。ルミネで買ってきました。テクニティクローゼットということで、まあ、セレクトショップみたいな感じなんですけれども、まあ、セレクトショップの割にはね、価格帯も、まあ、安めなのかな。で、レオはね、はい、6000円ぐらいのバッグを購入したんです。すごい可愛いよ。もうね、よいしょ。はい。オープンということで、もうカーテンみたいなバッグをね、手に入れました。こういうね、ディテールもね、すごい良くて、こうタッセルもいっぱいついてるやつで、こちら巾着になってるんだよね。意外とね内ポケットもねちゃんとついてる感じで、ピンクのね裏地に、はい、こういう風に何かカードとか入れられて、でマチもね少しついてるようなねものですね。6000ちょっとしたかな、こうキシュって、はいよいしょよいしょ、はい、こんな感じで、はい、ということでね、めっちゃ可愛くないと思って買ってみました。もうレオはね結構さっきも紹介したけど、いや紹介したのかな、こちらねあのこういったバッグでね今日はお出かけしたんですけれども、まあ、こういうね小物を面白いの使うの好きなので、こちらね買ってみました。はい、最後の購入品はね、ずっと今レオが着てたやつですね。はい、ジェラピケで買っちゃいました。もうねあのリリーブラウンとジェラピケコラボは我慢したけど、こっちは我慢できなかったですね。もうすっごい並んでて、もうプレゼント用にね男の人がすごい並んでるのと、普通にね女の人も買っててもめちゃくちゃ並んで、はい、購入しました。パイピングストライプシャツということでね、ホリデーのパジャマですね。もう上下別でね足して1万4000円するんですけれども、材質がねあの綿とレイヨン50/50ですごいね気持ちがいいのと可愛いので買ってしまいました。あ、散財しました。もう皆さんねお願いだから動画いっぱい再生してくださいはーい、うん、可愛いでしょ。ということで今回は Get Ready with 言えなかったということで、今回は Get Ready With Me とあのホリデーショッピングにねおいでっていう感じで、すっごい大変だった動画を作りましたが、まあアニメでもねこのイントロよりはマシだねということで、あのぜひねあのアドベントカレンダーまだまだ続きますので、チャンネル登録お願いします。あとグッドボタンもお願いします。以上だ。